政治をきれいにします、国会を正常化しますっていうのをほとんど全員というかですね、半分ぐらいが言ってるようなこの状態が僕はもう面白くてへんてこだと思ってるんでですね、でその中にですね、単に有名だから出ますっていうやつの方がまだ僕はマシだなというふうに感じてるんで、 YouTuber とかタレントが政治家になるというのは基本的に僕は賛成なんですね。人気 YouTuber とかですね、タレントさんとかが議員になることについてですね、政治のことを分かってないとかダメだとか政治のことを分かってないというふうに言うんですけど、政治のことを分かったやつがやる方が政治が腐っていくというですね、事実にいい加減みんな目を向けた方がいいと思うんですけどね。オタキックスチャンネル、こんにちは。今回は SNS を駆使するネット有名人やインフルエンサーの選挙出馬が目立つ今の日本社会の現状を岡田斗司夫さんが予言していた動画となります。それではご覧ください。 YouTuber が政治家になる時代がやってきたなというふうに考えてるんですね。多分次の選挙ではですね、さらに加速すると思うんですよ、この流れというのは。 YouTuber が政治家になるというのはで、タレントとかユーチューバーこそが政治家候補のメインになるという時代だと思います。これまでね違ったんですよね。タレントがなんで国会議員になるんだとか、ちょっと有名になったから、スポーツ有名になったからとか、そんなことでタレントとかそんなやつらが議員になりやがってっていうふうに言われがちなんですけど、僕逆で、あ、ようやっとまともになってきたなというふうに思うんですね。これまではその政治家の2世とか3世とか元秘書でしたという人が政治家になってですね、それを選ぶ人の気持ちも僕は全くわからないし、恥ずかしげもなく、親が政治家でした、僕2世です、子供です、息子です、孫ですって立候補するようなバカっていうのはなんですけども、そんな品性下劣な人の気持ちもわからないし、それに投票するその品性下劣さ、君たちわかんないの。でもね、これも言ってもしょうがないのは、他に選択肢がないからですね。国会議員ってそんな人しかいないんですよ。なんか国会を正常化しますっていう、政治をきれいにします、国会を正常化しますっていうのをほとんど全員というかですね、半分ぐらいが言ってるようなこの状態が僕はもう面白くてへんてこだと思ってるんでですね、でその中にですね、単に有名だから出ますっていうやつの方がまだ僕はマシだなというふうに感じてるんで、 YouTuber とかタレントが政治家になるというのは基本的に僕は賛成なんですね。個人個人に関してはそれは思うところあるんですけど、基本的には賛成なんですよ。よくね、客寄せパンダとか言われるんですけども、有名政治家の2世の方が客寄せパンダじゃないかという思うんですけど、ね、それに関して信頼性があると思って投票する人の方がもちろん悪いんですよ。政治家立候補は僕基本的に品性が疑問だとかって言ったんですけども、ただそれぞれには政治的に理想があるから、政治家で立候補するというのはそれなりにリスクもあるし、人生かけてるから、そんな否定するつもりないんですよ。僕が割とディスってるのは、それに投票する有権者の人を今ディスってるんですけども、僕の政治批判の9割までが投票してる人に対するディスりなので、まあここら辺あるのであんまりね、政治に関しては話したくないんですけども、昭和の時代、1970年代ぐらいにアイドルが歌手の王道になりつつあった時代があったんですよ。それまで1970年代の前半って演歌こそが歌手の王道であって、グループサウンズとかアイドルとか変なのが最近出てきたんだけど、やっぱりじっくりいい歌を聴きたい、演歌だねって言われた時代に、アイドルがだん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 70年代から80年代90年代になってきて、歌手の王道になってきたと。そうすると演歌が衰退したんですけど、じゃあそれで歌がダメになったのかっていうと、その演歌が拾っていた情念とかそういうやつは J-POP という形で再浮上してくるわけです。だから時代が変わってもなんとかなるんですよ。イケメン俳優が映画の中心、邦画の中心に、まあ、現在というか、まあここをずっとなってるんですけども、それによって邦画を見る人がだん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 大人の観客とかですね、俳優さん目当ての人以外がだん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 少なくなって、邦画がダメだと言われた時代があって、ハリウッド映画だけが強かった時代も確かにあるんです。でも現在ちゃんと日本ではですね、邦画が復活してくる、まあ、時代はなんとかなる。つまり政治家が YouTuber になる、これも世の末だっていうのはですね、歌手がアイドルばっかりになる、世の末だ、映画がイケメン俳優ばっかりになる、世の末だというふうに同じように、やっぱ基本的にはですね、あるものが正しいものから
レベルが低くなってくるみたいな嘆きってどのジャンルにもあるんですけども、それぞれのジャンルごとになんとかなると僕は思ってるんですね。タレントや YouTuber が政治家になるっていうのは政治家の芸能界化、芸能界みたいになっていくことの象徴だと思ってるんですよ。タレントでもですね、2世とかいますよね。本当に有名なあのタレントさんの息子だ娘だというだけでタレントになる人、芸人ではあんまりいないんですけども、タレントと同じようにですね、2世とか2世議員とかですね、あと、芸人とか YouTuber とか TikToker ばっかりが政治家になっていくっていうのは僕は自然の流れじゃないかなと。これからは政治思想とか社会活動で、正しい市民が政治家になるという形ではですね、民意を反映できないと思ってんですよね。やりにくいと。かつての民主主義、議会政治、投票形態っていうのは、日本国民がみんな市民であるという前提なんですよ。でも今日本国民っていうのは市民ではなくて消費者なんですよ。民主主義社会の市民ではなくてですね、この消費社会の先端にいる消費者になってて、で消費者の民意っていうのをうまく拾う方法が分かんない。だから野党は負け続けてるっていうのは、今みんな市民じゃなくて消費者なんだと。だから政策を訴えたり、政治家、この政治家汚いです、悪です、だから私を当選させて、で国会を正常化させてくださいというアピールが届かないのは、消費者に向かって企業の悪を訴えてるのと同じからですね。違うんですよ。そうじゃなくてクレームでの中でもですね、その商品を良くするようなクレームの仕方しないと消費者にとって何のメリットもないというのがよく分かってないんですよね。だから逆にワンイッシュに特化したキャラクターっぽい人が政治家として有利じゃないかなと思ってるんですね。僕はあの赤松健さんの当選をそこののみで読んでるんですが、赤松健さんっていうのは、ああもうこの人は表現の自由とか漫画のためにのみ働くだろうと思うから、自民党ですら、自民党から出たんですけど、自民党で出てもちょっと左翼っぽい人からも赤松健っていうのはネガティブに言われない。割とあの漫画好きな人とかオタクの人たちっていうのを投票するというのは、そこら辺ワインシュにのみ特化してるからだと思うんですね。つまり今後あの政治家っていうのは行政サービスのバグを修正するっていう、それの担当のキャラになっちゃうと思うんですよ。税金が高いとか物価が上がったって言ったら、いや岸田首相が総理が悪いって話になるんですよ。つまり、税金が高いとか物価が上がったってのは行政サービスのバグなんですよ。それを修正するためのキャラクターとして、政治家っていうのが存在するようになってくる。これが市民から消費者に国民が変わった時代の政治家の在り方だと思ってるんですけども、だから物価とか税金というのは行政問題なんですけども、それを法律で何とかしようって考えたんですね。それで国会議員を選ぶというのは、つまり、行政のトラブル、バグを立法で動かそうとする、これが政治家の役割と。大変ね、そのアメリカの議会政治に似てるんですよ。だからアメリカだったら、あの法律にあの議員の名前、上院議員の名前つきますよね。なんとか、法とかいうふうに別名言われるようにですね、ちょっと具体的な名前は今出てこないんですけども、上院議員の名前ついた法律がすごく多いんですけど、それはあちらの議員がですね、行政のバグを、立法でなんとか、新しく法律を作ることでなんとかしようとしてるからなんですね。だからその意味で言えば NHK 党っていうのは実はアメリカ型の政党なんですよ。ワンイッシュのみで戦っているですね。だから今後芸能界化していくであろう政治のですね、未来を見ているようで、ちょっとかなり面白く、僕は見てます。 NHK 党に投票するようなことはまあないとは思うんですけども、ああこの問題面白いな、こう観察するときにここ見とけばいいんだなというふうに見てます。あ、メーガン法ですね、ありがとうございます。オバマケアとかですね。そうですね、ということで、まあ、政治の話はここら辺で、はい。よくですね、人気 YouTuber とかですね、タレントさんとかが議員になることについてですね、政治のことを分かってないとかダメだとか、単なる人気者じゃないかという批判あるんですけども、まあ、あの、僕はあの配信の中でですね、二世議員、三世議員、つまり政治家の息子だから政治家に議員に立候補する、孫だから
とか代々だからするってことに関してすごい批判的なんですね。でそれよりは YouTuber の方がマシなんじゃないかという話したんですけど、それに関係するようなことなんですけども、フランス革命というのはですね、実は国王であるルイ16世が愛妻家だったからだとだったせいで起きたという説があるんですね。どういうふうな意味かというと、愛妻家っていうのはですね、奥さんを大事にすると旦那さんのことでですね、実はこれはですね、王様当時のですね、王族としては異常なことなんですよ。っていうのはそれまでのフランス国王というのは代々自分の奥さんをあんまり大事にしないことが当たり前だったんですね。というのは当時のですね、王侯貴族の結婚というのはですね、もう 100% 政略結婚なわけですね。王妃つまり自分の妻っていうのはですね、自分とか相手の意思とか気持ちなんて関係なくてですね、国とか親からですね、勝手にあてがわれるものだったんですよね。なので当時のですね、王様っていうのはですね、みんな不倫してたし、自分で選んだ愛人の方を、まあ、名目上の妻よりずっと大事にしてたと。まあ、あのフランスではですね、国王の不倫が正式な国の制度にまでなっていたんですね。王様のですね、第一愛人にはですね、公式長妃っていうですね、役職まであって与えられてたんですよ。王妃、つまり王様の奥さんっていうのは家柄だけで決まるわけですね。しかし公式長妃っていうのはですね、宮廷で一番イケているカースト最上位の女がつく、つまりゴリゴリの実力主義なわけですね。実際公式長妃はですね、宮廷のスポークスマンのですね、役割を果たしたり立ち位置だったりですね、国民の注目が集まるですね、立場にいたわけなんですよ。そういった自分に集まるゴシップとか不満を華麗に受け流したりですね、うやむやにしたりですね、もしくはこれちょっと何とかした方がいいよというふうに王様に助言したりすることで、国民と宮廷とのバランスを取る立場だったわけですね。それぐらい有能な人でなければ務まらなかったのが公式長妃だしですね、ただ生まれが良いだけの王妃っていうのは国民から割と無視されてるんですね。どちらかというと、まずどちらかというと、ね、完全に子供を産むのが役割なのが王妃ですね。子供を産んでですね、国同士つまり、奥さん の, あの妻のですね、元の国との関係を良くするのがですね、王妃の役割であって、そうではなくて、宮廷の中で政略的に動いたりですね、宣伝をしたりっていうですね、完全に秘書でありですね、マネージャーみたいな役割っていうのは公式長妃の役割であったわけです。でしかしですね、こういう制度がある中でルイ16世っていうのはですね、自分の正式な奥さんであるマリー・アントワネットですね、王妃マリー・アントワネットですね、大事にしちゃったんですね。大事にするあまりですね、この公式長妃を作らなかったんですね。その結果ですね、どうなっちゃったかっていうと、それまで公式長妃がやっていた宮廷の顔役ですね、スポークスマンをですね、ただオーストリア王家に生まれたというだけの何の才能もなければですね、それまでの積み上げもない普通の女の子というか、まあどちらかというとわがままで世間知らずの女の子がやる形になってしまった。で、そんなもんうまくできるはずないと。これは池田理代子のですね、ベルサイユのバラにですね、すごくうまく書いてあります。単なるですね、お嬢ちゃんに過ぎないマリー・アントワネットはですね、最初はですね、その分ですね、何も知らない純粋だということで国民のアイドルになってですね、めちゃくちゃ人気が出たんですけども、だんだんですね、立ち振る舞いが下手だったりですね、もしくは何だろうな、経験がなくてですね、宮廷の中の揉め事を解決できずに自分の感情とか幼い正義感だけで解決しようとして、どんどんトラブルを起こしてですね、徐々にですね、国民のヘイトを集めてしまいですね、最終的には国民の不満の爆発、つまりフランス革命の勃発の元凶の一つですね、まあ、元凶の一つぐらいなんでしょうけども、なってしまいました。で、YouTube っていうのはですね、それで考えると数字を競い合う実力主義の世界なんですよね。芸能界よりはるかに実力主義ですね。なんせバックが存在しないとか、バックがいても意味がないですから、あのバックに有名な YouTuber がいたとしても、その YouTuber 自身の能力がなかったら、有名 YouTuber に呼ばれた時だけ数字が伸びるだけなので、本当に実力主義の世界なんですね。だからそういう世界を生き延びた人の方が、お父さんやおじいちゃんが有名政治家だっただけの人なんかよりもですね、はるかにですね、この公式長期に近いですね、実力がある、確率が高い、あくまで確率ですけども、というふうに僕考えてるんですよね。だからこういう観点からもですね、単なる人気者とかタレントとかですね、 YouTuber が政治家になった方が、世襲議員が当たり前になですね、現代よりも多少はマシだと言えるんじゃないのかっていうのが、まあ、今回の話のですね、流れの続きになります。こういうことを言うとね、反発受けるんでしょうけどね、政治のことを分かってないというふうに言うんですけど、政治のことを分かったやつがやる方が政治が腐っていくというですね、事実にいい加減みんな目を向けた方がいいと思うんですけどね。
1960年代にですね、ジョン・F・ケネディがアメリカの大統領になった時に、アメリカ中からそれまで政治家とか汚れた人ではなくて、最も優秀なビジネスマンとかそういうベストでブライテスト輝く人たちばかりを官僚に集めて、その結果アメリカを栄光の国に導こうという一大プロジェクトがあったんですね。しかしそのベスト&ブライテスト思想というのは、結局お互いのミスを認めず、お互いのミスをかばい合い隠し合って、ベトナム戦争という地獄へアメリカへ連れていくことになってしまった。これがそのピュリッツァー賞を受賞したハル・バスターが書いたですね、ベスト&ブライテストというですね、ドキュメンタリー本の中にあるんですけども、このね、ベスト&ブライテスト、最も能力のあるものがトップに立つべきであるっていうのは、僕は未だ正しいかどうかわかんないんですね。だから政治家でですね、親のコネとかではなくて、能力があるものを選ぼうという考え方、僕は実はちょっと疑問持ってるんです。能力があるものを選んでしまったら、能力があるものがトップに行けば行くほどどうなるのかっていうと、政治より腐っている行政の世界になっちゃうんですね。政治家より腐っている官僚の世界になっちゃうんです。そこはベスト&ブライテストな人たちが、こんなもんどうせ説明しても国民には分かんねえよという気持ちで、彼らの閉鎖サークルを作って、そして彼ら自身がお互いのミスをかばって、でお互いのですね、利益のために尽くした結果、日本という国はこんな風になっちゃってるわけです。ベスト&ブライテストというのは僕は間違ってると思うんです。能力でですね、人の上に立つ人間を判断すべきではないというですね、僕にしては意外な結論を持ってるんですけどね。だからこれを、じゃあこれ一言で今話しましたよ、政治家とか行政って僕らにとっては別物じゃないですか。だから平気でこんな風に批判できるんですけど、じゃあ我が身に変えて考えてみるとですね、私にふさわしい最も優れた異性というのを僕ら求めるじゃないですか。これもね、能力主義なんですよ。つまりイケメンとか美人とかアイドルとは言わないんだけども、私にふさわしい中で最も優れた人を欲しいからこそ、なんかあれですね、そういうアプリに登録してですね、ベストなものを探そうとしちゃうんですね。そういうベストなものを探すっていうことは、必ずしも幸せなと呼ばない。上級国民と貴族って僕が2つ分けて言ったんですけど、それぞれ違うんですけども、お互いですね、助け合ってかばいながら仕事を斡旋し合うというのは同じだと思います。政治家とか官僚は上に行くと貴族が多くなる、上級国民も多くなる。でここで言う貴族っていうのは、生まれながらに格式がある家に生まれた人たちのことです。決して金持ちというわけではありません。でそれとは別に、自分の才能とか能力で勝ち上がっていった上級国民というのもいるわけですね。これはまあ官僚とか東京大学に入って官僚になって上の方に行った人たちですね。でこの人たちもですね、別に金持ちとは限らない。だから上級貴族か国民かという見分けは大変難しいんです。彼らがどこに忠誠心を持っているのかでしか見ることができないからですね。でただし、彼らがそれ以外の国民を無意識に見下している、彼ら自身も絶対に見下していると思ってないし、差別意識を持っていると、やっぱそれ見えないんですよね、自分自身で。そういうサークルを作っているのは事実だと思います。岡田さんの考える政治と政治家論はいかがだったでしょうか。世襲を続けるよりも、曲がりなりにも実力をつけた有名人の方がまだマシじゃないか、その指摘、皆さんはどう思いましたか。コメント欄にてご意見をお待ちしております。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。